どうも皆さん、こんにちは。こいこいです。皆さんは、バルダーズゲート3、もう購入されましたでしょうか？発売から約1ヶ月ほど経った本作、未だプレイしていない方も多いのではないでしょうか？今回は、そんな本作を未プレイの方のために、バルダーズゲート3がどんな方に向いているのか、そして、正直に向いていない人に向けての注意点、これをご紹介していきたいと思います。なるべくネタバレしないように作りますが、システムの話もしたりするので、多少のネタバレにはご容赦ください。それでは早速見ていきましょう。まずこのゲームは TRPG という現実での遊びがベースになっていることを理解せねばなりません。TRPG、テーブルトーク RPG とは、超ざっくりに言うと、コンピューターを介さない人力版ドラクエであり、ゲームマスターとプレイヤー側に分かれて遊びます。攻撃や調べ物などを行うときは、ダイス、サイコロの数字によって行動の成否が決定されます。人間同士が会話をしながら進めていく関係で、自由度がずば抜けて高く、基本的にゲームマスターが許す範囲であらゆる行動ができます。本作はそんな TRPG の特徴、面白さを極限までゲームに落とし込んだ傑作ではありますが、その分欠点もあります。それは、良くも悪くもダイスで全て決まるということです。先述の通り、バルダーズゲート3の元になった TRPG では、ダイスの目で行動の成否が決まります。本作にもそれは言えることで、NPC との会話中に説得をしたり、嘘をついたりするのもダイス。調べ物が見つかるかどうかもダイス。なんなら氷の上を歩いて倒れるかどうかもダイスで決まります。もちろん数値を補正するアイテムやスキルなどは存在しますが、基本的には運、確率で成り立っているのです。敵に遭遇しても嘘800で切り抜くこともできるし、ボス相手でも説得して戦闘自体をスキップすることができたりします。本当にダイス次第で何でもできますし、何でもできなくなります。そんなゲームがバルダーズゲート3なのです。ではこの特徴を踏まえた上で、このゲームに向いている人の特徴をまず挙げていきます。その1、ロールプレイが好きな方。先述の通り、 TRPG は自分が演じたいキャラクターを思い描くゲームです。このゲームもかなりのレベルでロールプレイが可能となっています。まず皆さんが驚愕するのはキャラクリの画面からでしょう。基本的な種族、クラスや顔の変更の他に生まれの背景を選択することが可能です。荒れ果てた地で生まれたとか、騎士であったとかですね。さらにびっくりするのが、種族に派生があるということです。例えばエルフで言うなら、自然に寄った文化を持つエルフがいたりと、組み合わせのバリエーションはかなり多いです。こだわる人は一日中キャラクリの画面から出てこれないでしょうね。このゲームが提供する素材の多さから、自分だけのストーリーを持つキャラを作り上げ、そのキャラをロールプレイすることができるバルダーズゲート3は、ロールプレイが大好きな方にはまさにおすすめと言えるでしょう。僕もね、プレイスタイルはロールプレイ重視の人間なので、すごくこのゲームは性に合っています。 2. 自由度が高いゲームが好きな方。一口に自由度といっても皆さんイメージしづらいと思いますが、このゲームはマジで何でもできます。戦闘中に敵をぶん投げて武器にすることもできますし、街中で変身魔法をぶっ放して街行く人々を猫に変えることも可能。さらには鍵のかかった宝箱を高所から落として破壊することも可能です。他のゲームだと、おいちょっと反則だろと思ったことも、これできるかなと思ったことは、どんどん試せる自由度、これがこのゲームの売りだと思います。また会話の選択肢もかなり多く、見本のようなザ勇者のような善人プレイもできますし、金次第で味方をコロコロ変える傭兵のようなプレイも可能です。バルダーズゲート3という世界に生きるあなたにとって、できないことはまさになく、思いのままに行動を起こすことができるのが、このバルダーズゲート3の特徴であり、自由度が高いゲームがめちゃくちゃ好きという方には、ぜひおすすめのゲームとなっております。3. ボリュームのあるゲームが好きな方。妖芸で自由度が高いといえば、ボリュームについても注目が集まる昨今、このバルダーズゲート3はかなりのボリュームを誇っています。
これは先日の自由度の高さも相まってのことではありますが、そもそもメインストーリー以外の寄り道要素もかなり多く、サブクエストも豊富で、かつ序盤でクリアしたサブクエの結末が後半のクエストに影響を及ぼしたり、思わぬところでレアなアイテムを手に入れたりすることができるなど、寄り道要素がかなり多いことが本作の特徴です。さらに言えば、自分のキャラクターの種族やクラスによって専用の選択肢が発生する場合があります。例えばローグのクラスのキャラは悪知恵が働くので、相手の悪意を看破しやすく、隠し持った武器を見抜いて相手を牽制したりするといった会話の選択肢が発生したりします。さらには種族によっても専用の選択肢が存在するなど、かなりの徹底ぶりです。そういった細かな要素も含め、かなりのボリュームがある本作、一つのゲームの世界観やその魅力にたっぷり浸りたいという方にはぜひおすすめの一本となっております。はい、というわけでここまでバルダーズゲート3に向いている方の特徴を簡単にまとめてみました。ざっくり妖芸の自由度が高いゲームを好んでプレイされる方はこのゲーム合ってると僕は思いますね。特にスカイリムやフォールアウトなどを楽しめる方はとても良いのではないでしょうか。僕自身もこのフォールアウト、スカイリムをめちゃくちゃ楽しんだ人間なので、本作バルダーズゲート3はかなり楽しめた人間でした。では次、これは今回の動画で特に伝えたいことですが、本作をプレイするにあたって向いていない人の特徴、これをお伝えしていきたいと思います。はい、では早速その1なんですけれども、これは友達と感想を共有したい方ですね。これはね、絶賛僕もその状況なんですけども、例えば周囲にバルダーズゲート3をやっている人がいて、その人と自分はこうだった、ああだったとか話す機会があるじゃないですか。普通のゲームであれば多少の経験した出来事のズレはあれこそ大体は同じ話になるわけですよね。それがね、このゲームならないんですよ。もうお互い、え？何その話？え？誰その人？っていう会話のエラーが延々と出てきます。この原因は先ほどお伝えしたボリュームの大きさや自由度の高さが影響しています。このゲームが持つあまりにも多すぎる会話やイベントの派生から、お互いが経験した物語がほとんど違うものになってしまっているのです。なので僕の場合は、僕とほぼ同時期にこのバルダーズゲート3を買ったフレンドと話したりしてるとですね、もうほぼお互いの口からネタバレを言い合う事態になってしまい、クリアするまでお互いにバルダーズゲート3の話題を口にしないという暗黙の了解ができるほどでした。ネタバレという意味では SNS も脅威になりかねません。正直僕はそこまでゲームに対するネタバレは避けている方ではなかったんですけれども、本作は違いますね。なんてたって自分だけの冒険であり、物語を今体験しているわけですから、他のパターンなんてこの世界に生きる自分のキャラは知る由もないわけですよね。そんなわけで本作に向いていない方の特徴は、感想を友達と共有したい方ですね。厳密に言うと向いていないというよりはおすすめしないですかね。ぜひ最後まで自分の物語を楽しんでほしいんでね。それぐらいいいゲームであると言える裏返しではありますが、はい、ではお次ですね。シミュレーション RPG が苦手な方、これはですね、このゲームの根幹のシステムはシミュレーション RPG です。簡単に言うとマス目がないスパロボみたいなもんですね。アクションゲームではなく、ターンごとに自キャラを動かしていく形になるので、快適な戦闘はほぼないです。それに加えて先ほど言ったダイスでの判定イコール運要素も多少絡んでくるので、あと少しというところで攻撃が当たらずやきもきすることもしばしば。まあこれはシミュレーション RPG 最大の難点なのですが、1回の戦闘が非常に長いです。序盤の敵が少ない段階ならまだしも、敵が多い場所で回戦すると1ターンがかなり長くなってしまいます。スパラボのように移動アニメーションをスキップしたり、戦闘アニメを省略したりすることもできないので、待ちの時間が結構長いのが難点です。また戦闘のルール自体も非常に多く、最初はとっつきにくい印象がちょっとあります。幸いにも状態異常などの効果についてはいつでも詳細を確認できるので、いくつか救いがありますが、まあそのためサクッと戦闘したい方には向いてはいないでしょう。
はい、ではですね、次のおすすめしない方の特徴としては、オープンワールドゲームが好きな方ということですね。このゲーム一見するとオープンワールドに見えますが、その実各章ごとにステージが分かれている構成になっており、一度章を進めてしまうと基本的に後戻りはできません。また敵も固定のものしかおらず、自然発生する戦闘はない、つまり固定された戦闘しかありません。まあ、その分一つ一つの章のボリュームとマップの広さや拡張性はかなりあるのですが、完全なオープンワールド地続きのものではないということには注意していきましょう。そしてほとんどのオープンワールド系のゲームにある自由なファストトラベルや馬やダッシュなどの移動を補助するものがありません。厳密に言うとワープポイントはマップごとの特定の位置にあります。例えばスカイリムのようなそれぞれのロケーションに対してファストトラベルをするなどはできません。また高速移動も存在していません。これはゲームの処理として全てターンで処理していることが関係しています。戦闘中であろうがなかろうが、移動や効果の継続など全ての行動がターンごとの処理として行われている関係上、実際はターンで動かしていないように見えても内部処理としてはターンが経過している判定になっているんですね。移動距離に差があると困ると判断してのものにはなっていると思うんですが、ともかくこの冒険では主人公の小走りしている姿を見ることが大半となります。昨今のシステム周りのサポートに恵まれたオープンワールドをプレイし、目が肥えている皆様にとっては何かと不便さを感じる内容であることは注意していきたいところでしょう。はい、では最後にですね、もうこれは完全に主観なのですが、時間がない方、これはね、本作はそのボリュームの大きさと移動が徒歩と限定されたファストトラベルという仕様、そして戦闘が長くなってしまうという関係から、1回のプレイにかなり時間と体力を使います。何かとね、こう忙しい現代社会に生きる皆様はゲームをする時間も限られてくると思います。今日も仕事で疲れて、あ、ちょっとだけバルダーズゲート3遊ぶか、そう思ってこのゲームをプレイしたが、最後朝の4時くらいまでやっていたなんてことになったら目も当てられないですよね。ちなみに僕は何回かあります。それほどのめり込める面白さがあるというのがこのゲームではあるのですが、それゆえにやめ時が見つからないということもあるので、自己管理がね非常に重要です。休日に一気にやるなどであれば問題はないのですがね。ということで、遊ぶ時間がというよりもそもそもプレイに時間がかかることが欠点であり、その分長くプレイ時間を確保できない方にとってはあまりおすすめしたくはないなというゲームですね。いや、めちゃくちゃハマるんですけどね、恐ろしいゲームです。はい、というわけで、自分が思うこのゲームバルダーズゲート3に対して向いていない人の特徴は以上になります。そしてクリアするまで一人で黙々とやれるとこのゲームを 100% 楽しめるかもしれませんね。いや、しかしね、ここまでいろいろ言わせていただきましたが、皆さんこのゲームは本当にいいゲームです。今回僕が紹介した魅力もたった一部でしかありません。気になる方は今日僕が紹介した内容を加味しつつ、ぜひ手に取ってプレイしてみてください。もし需要があればバルダーズゲート3の解説動画を今後も投稿していきたいと思いますので、よければコメントでこういった内容を知りたいなどぜひ教えてください。それではコイコイでした。また素晴らしい冒険の世界でお会いいたしましょう。じゃあねー。